あげようか。おぉ、やばいよ。今回は、釣れたて新鮮タコでタコ飯を作ります。3万円よね。ん？うん、タコ飯よ。うん、ね、いいね。うん、これ美味しいよ。これタコ飯にするの。うん、これ見て。あまりごちゃごちゃ入れるとね、もうタコだけでね、うん、タコ飯するんだ。白ごま炊いたらさ、縮むやん。うん、縮こまる。うん、縮こまる。そうだよ。ママのあれや。何や、ボーリングする時の冬の手やん。そうなんだ、ね、縮こまって。そう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 、何だっけ、あの親指の、そうそうそう、親指テープ貼りまくるという。縮こまるで。そうそうそう。笑ってボリュームならばいつも縮こまるとか言うと。そうそうそう、もうちょっといいかな。産後タクだったら寒いよな。産後4号ぐらいしてる。4号タク、うん、オッケー。これはあったらいいんちゃう。見るとこかな、うん、見るとこ、うん、はいはい。産後、産後、うん、まずね、お米を洗います。だってもともと可愛いもん、ママ。あんたたちのママのイメージを怖くして、悪くするんでしょ。マジやじゃないか、イメージ。もうやめてよ。ママ、もともと可愛いの？あなたが一番、うちでは一番ごついです。言うな、言うな。今日のタコ飯は超簡単。超簡単。うん、超簡単。この完全に水このね、濁った水、これそのままで、うん、少しね、うん、もうこのぐらいでいいんじゃないの、うん、いいかも、うん、に移しました。カメラ意識してくれよ。そうだよ、見やすくしてあげたんだよ。さすが。これを全部水を通常よりもちょっと少なめにセットします。何かわいいね、またハワイってだから。これが字でしょ、いつも。だから産後だから、これ炊き込みご飯ね。炊き込みご飯が産後で、うん、そのぐらい、なんかぐらい、うん、で、ここに、ここにお酒をピヨーン、キュルキュル、うん、入れました。次はだし醤油でいいんだもん。だし醤油、うん、だし醤油、だし醤油をここに入れてね、混ぜて、ちょっと色がつくぐらいなんだ。あんまり醤油のほら濃い色だと美味しそうじゃない。はい、こんなもんかな。うん、で、タコから色が出るからね。はい、オッケー。それで昆布をポイ、だしポイポイ。効果をつけんでよ。そうかそうか。はい、で、このタコダーッとダーッと持ってね。隠し味にね、隠し味、これはお砂糖、お砂糖をちょっとで、ホビーマザーの隠し味は、うん、そうそうそう、お砂糖なの、うん、で、あの普通の炊き込みご飯だったら、うん、あの人参とかごぼうとか鶏肉とかなんとかかんとかでいっぱい入れるけど、うん、このタコ飯はもうタコだけなの、うん、タコ飯やから、ね、だからもうこのだしとね、昆布とタコだけセットで、コースを炊き込みにします。で、炊飯スタート。数十分後、おー、じゃあほら、真っ赤か、色がいい色やな、うん、うわー、すごっ、美味しそう。あ、おこげもできてるし、おこげもできた、うん、うん、美味しそう、いい匂い。じゃあ、盛り付けよう。盛り付けよう。もうこのぐらい混ぜたらいいよな、うん、うん、オッケー。うわ、タコいっぱい、タコちゃんいっぱいです。ちょっとね、この、うん、あのパラパラっとね、三つ葉、三つ葉なんだよ。三つ葉をね、こうちょっとあしらったらね、いい香りするね。うん、おいしそう。はい、で、これに
出来上がり。美味しそうでしょ。うん、簡単にできるでしょこれ。